皆さんこんにちは。RC デザインスタジオの澤です。今回は、RC 建築のこの打ちっぱなしの時の照明計画というのをあの解説したいんですけれども、まあ、いわゆるその普通の木造住宅とかだと、まあ、プラスターボードと天井を張ることになるんで、まあ、こういうふうな天井にダウンライトを入れるとか、まあ、シーリングライトをつけるとかっていうのが一般的で、まあ、後から配線をこういうふうに持ってこれば済んでるわけなんですけど、まあ、RC 建築の場合はこのコンクリートの躯体を打設ってコンクリート流し込むタイミングでここに事前に配線が持ってこれるようにこの管っていうものをここまで持ってこなきゃいけないんですよね。なんで、そういうふうなこうあの場所っていうのを、建物を作っていく途中に打ち合わせさせていただいて、そこまで配管を持っていくっていう、まあ、そういうふうな工事になりますね。まあ、その中で標準的な照明っていうのを、まあ、紹介したいんですけど、まあ、これが、まあ、ちっちゃなシーリングライトなんですよね。まあ、ここ、まあ、薄型のやつなんですけど、まあ、これ割と定番商品で、まあ、うちでもよく使ってるんですけど、こういうふうなものを天井につけて、まあ、ダウンライトっぽく見せるというか、まあ、そういうのを標準的にやってますね。でこっち側の方は、まあ、レール式ダクトのレール式なん でこれはこれでダクトの一部にあの配線が降りてきてるんですよね。まあ、このジョインどこに持ってきてるかちょっと分かんないんですけど、まあ、そういうふうに、配線を持ってきてレールをあの持ってくるのにあらかじめここのコンクリートのところに配線が持ってこれるようにあのコンクリートの打設時に施工しなきゃいけないんですよね。まあ、そういうふうな計画になってるんですよね。でここで言うとあのここが一部その天井が降りてると思うんですけどあのここに配管が通ってるんですよね。いわゆる配管スペースっていうものが必要で建物にはこの上に、まあ、トイレとかお風呂とかあるんですけどその配管がこの中をこっちに来てるんですよ。で降りてきてでこの壁のところから降りてでここからその外側に行って排水するっていう、まあ、そういうふうな計画になってるんですよね。どういうふうに配管を持っていくかっていうときにこのコンクリートスラブの下で処理するときとコンクリートスラブの上で処理するときと、まあ、それぞれあるわけなんですが、まあ、この、計画の場合はコンクリートスラブの下で処理しているんですよね。まあ、ケースバイケースで適切に処理していってるんですが、まあ、そういうふうなやり方になってるんですよ。でそのときに、まあ、ただあの配管が下に降りてきて、まあ、それを囲むだけでやっぱ面白くないんで、まあ、間接照明上に加工してるってことになりますね。で配管スペースっていうのを利用して間接照明計画をするっていうのは、まあ、非常にあのやってて配管のルートと照明計画っていうのを合わせて検討してってるっていう、まあ、そういうふうな話になるんですよね。まあ、間接照明がつくと、まあ、こういうふうに、まあ、ちょっとだけドラマティックになると思いますんでやっぱあるのとないのとはやっぱ全然違うんですよね。その間接照明がないとこうじゃないですか。まあ、こういう照明計画になるんですけどあるとどうなるかっていうとこれかこういう感じになるんですよね。こういう感じやっぱ部屋の一部にそういう風なちょっとあのドラマティックな照明があるだけで部屋の感じって変わったと思うんですけどこういう風に見渡した時にそういうふうなものを配管スペースを利用して実現させてるんですよね。まあこういうふうな感じで、まあ、違ってくるっていう、まあ、そういうふうなことなんですよね。まあ、もちろんその、まあ、あの明るさを決めてるわけじゃないんですよね。間接照明ってここの照度って基本的にはこういう直接この手元を照らす照明によって、まあ、作り出されてて、まあ、間接照明っていうのは、まあ、反射してここ少しぼんやり手を照らすあの反射して照らしてるんですけど反射光ってあんまり明るくないんですよね。あの部屋は明るく見せるんですよ。見せるんですけど手元の明かりとしてはあんまり照度って上がらなくて、まあ、イメージ照明に近いわけなんですよね。だそういうふうに現実的な必要とされるその手元の照度とか床の照度っていうものを、まあ、こういうふうなダウンライト形状のシーリングライトで撮って、まあ、あとここで言うとその展示物を展示したりするんでそういうものはこのスポットライトで照らしてっていう、まあ、使い分けをしてるわけなんですよね照明の。
どの照明が 何の役割でそこにあるかっていう話があって、そういうふうなものを吟味しながら、当社では計画していってますね。今回は以上になります。まだ動画の視聴よろしくお願いします。